ナラを出す男ミスターメタン。出た出た、これこれ。ちなみにですね、この方はこれを仕事にしている方です。へーこいて、いろんな食費も水道代も全部払ってますから。もう一人はゲップの大きさがギネスに登録されているポールハーン。いいですねこの音色。そんな2人に聞いたロンドンで外せないおすすめスポット。最初に行ってほしいのはロンドンアイだ。街の名所が一望できるんだよ。テムズ川のほとりにそびえるロンドンアイ、高さは135メートル、ヨーロッパ最大級の観覧車。これちょっと待てよ、この2人と観覧車ちょっと嫌な予感すんな。密室ってことでしょ。さあ乗ります。入場料はおよそ2000円、30分の空中散歩。すごいね、テンション上がるね。これ全面ガラス張りでロンドンの景色が一望できますよ。2000年のミレニアムを記念して建設されたロンドンアイ。ほら、あれがエリザベス女王の住んでるところだよ。歴史ある建造物と近代的な建物が融合するロンドンの街並みが一望できる。あれ何あれ、ゲッツさん。出た瞬間ですね。世界一有名な時計塔ビッグベン。エリザベス女王の即位60周年を記念してエリザベスタワーと改名されることが決定した。あれって1時間に何回だったりするんですか。長いな。いやいや1回とかですか。ごめんなさいお客さん、超申し訳ない、あの方一人。しかしこの2人、イギリスでは超有名人、みんなの人気者。俺もおならで喋れるんだ。How are you? わー、もういい。おはようございます。おすすめスポット。大英博物館も必見だ。世界中の偉大な文明を見ることができるんだ。大英博物館はロンドン市内のど真ん中にある。めちゃくちゃいますね。ところがここで問題が。通訳が警備員と揉めている。まさか、え、残念ながら彼らが難民みたいなんですよ。え、マジで。You cannot go inside. いけない。え、そんな、なんでですか。もう彼らの評判がもう広がってるから。大丈夫さ、俺たちはこういう扱いに慣れてる。一人で楽しんでおいで。わー、めっちゃ扱いに慣れてる。めっちゃ見てる。大英博物館は180万年前から現代までの世界文化を網羅している。